はあ、私にもこんな花が咲けばいいんですが。え、ウッドウッドってお花咲かないの？はい、私は木じゃなくて木の音から生まれた音っぺですからね。はあ。ねえ、どうにかしてあげようよ。僕に任せるビュン。ほーら、水だよ。そろそろ咲きそうでしょ。咲きませんよ。私は木じゃないので。あ、栄養あげるの忘れてた。やあみんな、何をしてるんだい？ああ、モタロン。ん？それは？これかい。うちの店で使ってる蜂蜜だよ。やっほー、これだビュー。ビュービュー。この栄養満点の蜂蜜を頭にかけるビュー。咲かないですよ。木じゃないですから。そうだ、だったらこれは？リッスン、キケケ、ミミスマセ。いくよ、春の音ミックス。べっとり。ん？わあ、え、なにこれ、蝶々？やっはー！ウッドウッドの頭にお花が咲いた！どこどこ？どこですか？私も見たい。ダメダメ、動いたら逃げちゃうし。せっかく願いが叶ったのに。ラタトロトト。こんばんは。良い品が手に入ったと聞きましたよ。若者は寝たようですし、始めるとしますか。ポッコーン、これは上等なお供中ですね。限定品です。一口食べれば昔懐かしい音が耳いっぱいに広がるとか。では手始めに私から。あーん、おひょひょひょ。おー、これは蒸気機関車の音ですね。そういえば昔トンネルに入るとき窓を閉めるのを忘れて煙が車内。次は蝶々の番ですよ。カッツイン。ではお言葉に甘えて。
テープを巻き戻す時の音。ああ、カセットといえばテープが切れた時の絶望感。あれは決して忘れることができません。夏メロ。では今一度私が。これは、そう、おばあちゃん家の台所の入り口に吊るしてある玉のれんの音。あ、時々髪の毛が挟まって大変なやつ。夏メロ。あれあれ、見つかっちゃいましたね。あと一つしかないけど、よかったら食べる？本当？やった！いただきます！おーしょしょ。なにこの音？わからないけど、新しい！新しい？古い音なんですけどね。これではダメですね。もう一度。どうしたの、ウッドウッド？なんか怖いんだけど。ビュン！まさか今後はオトペタウンを力と拳で支配するつもりなんじゃ。負けるものか。力が正義、ビュン！川のせせらぎの音？そう、こうしてのんびりしちゃう音を食らわせて、ウトウトをリラックスさせようって作戦。せいやー、そいやー。そしてフィニッシュはこののんびりサウンドだ。わー、優しいな。シーナ、あなたの音のおかげで余計な力が抜け、ポクポク剣を極めることができました。はあ、せいや、そいや、ちょうちょいや、せいや、
を取り入れたら観光お寿司ごとがもっと効率よくなるんじゃないかなと思いましてね。何それ、超いや。